はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 ニュース・ライブ・ツアー2020ストーリーというですねこのライブの映像を見させていただきながら私が勝手に思うまいにお話をしていく動画今日であっという間に10本目になりましたもうですね結構頭から曲数を見てきまして前回は「ステイアライブ小山くん」のソロの曲それから映像が少しあった後 ドラゴニズムというふうに読むので正しいと思うんですけどもという楽曲でこの曲はですね私前回も言いましたけどすごくこうねトゥーントゥーンと低音の響く音の多いそしてリズムを大きく取るような曲できっとこのあとんかすごい展開が待ってるん,か待ってるんじゃないかというそういう期待を煽るようなねドキドキするような低音の響きの多いそして歌声もねそんなにメロディーが多くて動いたりしないような感じで。 淡々とでも静かにしっかりと歌っている3人の歌声が終わったところで今止ままっております今日からは「夜よ,よ踊れ」「ファイターズ・ドット・コム」そして「エース」など続いていきますのでさあここからどうなっていくのかえいつもいつもね初見なので全く知らずに見ていきますけれども早速行ってみたいと思います。1 15時間32分15秒のところから

さあ小山くん。ものたちにはゆずすきるまでのさ、難しいメロディー。Dare j の繰り返しで踊るぷまんてかっこいい。さあまさくん。避けて取れうやれすきの。この辺がちょっと肩裸けた感じで。エリア中にいたれだ、難しいメロディー。それせあのー、うまいまさくん。やらずれた狂んの加藤くん。 隠された炎を。難しいよ。軽く歌いながら裏声。おー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 。わあ、色っぽい加藤くん。し勝負でなぞりたいね。天井せか。松田くんがちょっとね、前に足をかけて。You know, 体に映え。かっこいい。秘密は守りなせ。いいね、松田くん。

どんだけ声でんの松田くん声の通り響きがいいね加藤くん Ever かっこいいやからないしてはもせおかれしめなこれからだ マ <laughs> スター君、どんだけ息吸えてんの、これ。はったりかまして、ブーバーと、小山君。はったりかまして、ブーバーッと、小山君。はっこの瞬間を出て、はっどうしたの、マスター君、すごい。完全にスイッチ入りましたね、これ。あれ、ワイルドなスイッチ。カト <laughs> 君、君の美貌が僕を狂わせた、かっこいい。これも、うキゃーでしょ、みんな声出せないけど、お客さん。はらしない、ひたす、ふたす、きつむ音。低い音、小山君。 この愛よなこの愛よ君セレナーですごい楽しそう三人とも。この地図のあれあれジュニアも同じ踊り動きしてあれあれ二人の間小山君あーかっこいい真剣勝負で望みたいね天井さ際のダンスのゆらゆらいいねリズムの取り方まさ君。Heavy snow how do 小山君の低音。 お客さんすごい勇者ねんしなさあゆっくり歩いて真ん中のステージから通路をねお客さんの方にちょっと歩いてきました,あれたよ。かっこいい。よいよマスコットワールド。マサ君。すごいな。

こんなん出んのかとくんさあ、増田くん、今、たまされるくん、ラップ。はい、ついつい、いや、ちかちょい、つんねせやばい、ば <noise> い<声>、ばい、ばい、て、せい、に、こ、かんのれば、のかんり、すばつけあんな喉をちょっと締めた感じで、こら、ちょい、たれ、たれ、これ、わっちょい、かっこいい。増田くん、すごいですね、ほんと。か、キャラダーながり、カトくん、アールーー、させ、う、こまくん、たまライゼ

かっこいいねこれほんと。ダンタダン、ダンスタンタン。もう全然伝わってないと思いますけど低音の響きはすごいの。ダンタン、ダンスタンと大きくリズムを取りながら。ダンスダン、ダンダンドゥ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 ンンドゥンンドゥンドダンドゥ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 ンン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 

いや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 ー、カドくん、ででんでんでででん。炎出てましたけどね、下からバンバン。でんでんでんで、ちょっとここに鍵盤あるんですけど。え？加藤くん今一番上の高い音、ファのシャープ。いやだだだ、って出してましたけど。え？ シャープででも今そこでしたねいやこの楽曲自体今の「夜を踊れる」と「ファイターズドットコムのこの流れものすごいかっこよかったですけど何回私かっこいいって言ったか分かんないぐらい言ってしまいましたがでも今の「ファイターズドットコムの加藤君の高音にちょっと驚きまくりですね。って ここですよね上の「レ」と「シの「行ったり来たり」確かに口角は上がって上の前歯が綺麗に見えた状態で顎をね引いてというか顔を下げて「いや出せないですよこれ男性のキーであの、まあ、最近だとねそのヒゲダンとかオフィシャルヒゲダンディズムとか、えー、ったっけマイファーストストーリーねとかえー ちょいちょそれは弟くんですけどお兄ちゃんの方ねえー、ねあれです完全感覚ドリーマーマの方ですよちょっと出てこないね悲しい悲しい出てこない名前がね「ワンオークロック」出ましたとかっていうすごいキーの高い方たちいらっしゃいますけどそれでも今のファのシャープ今加藤君が出した一番高い「ダーダー」ってなんて音はまあ出すの大変だと思いますよ本当に。 これ加藤すすごいですね今までこの高さをね多分メインのボーカル自分のパートで出すことってほとんどなかったと思うんですけどいくら練習したからといってやっぱこれ本番の時に一発勝負でこの音を出しに行くって相当大変だと思うというぐらいめちゃくちゃ高い音。しかもその 高いとこタダー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 って高音行ったり来たりした後にまたさらに高音ですからこの加藤くんの高音はちょっとね2回ほど加藤さんどうしたのって言ってしまいましたけど大覚醒ですよこれすごい驚きました。 でもね決してそのねすごい高い音なんだけど聞いてて苦しいわけじゃなくて出してる形もこの辺線が出ちゃってうえってか出したら痛そうだなとかじゃないんですよ。ちゃんとさっき言ったみたいにいい出し方でそれでもなかなか触れない高さですけど見事に歌われてますねこれ。すごいでそこに増田君のまあねこの2曲特にですけど、まあ、ラップ部分と言っていいんですかね。 あんんなことできんできすか、まあ、今までの、ね、ライブでもいろいろ出てましたけど増田君がサングラスかけた時は悪者、ね、スイッチというかワイルドスイッチ入って、えー、かっこいいんですよって皆さんもいろいろ書いて教えてくれてましたけどにしてもね「ちょっとできますね」じゃなくてもう見事に「ダーゴダーラッというのも私はラップやったことないですけどそのリズム感と言葉ののっけ方それから声自体もねあんなソロの声とかで「あ」って綺麗に出してた増田君がですよ「悪者だる」って。 どんんだけいろんなことできる本当す,す,すごい。ねまあ言葉で言ったら振り幅ってなっちゃうのかもしれないですけどでもねやっぱこういうちょっとこうワイルドなっていうかね、うん、ラップっぽいのを歌っててもでこういう声が出せてもやっぱりもともとのグルーヴ感とかそういうものが乗ってこないと。 やっぱ見ててちょっとこうね頑張ってる感というかねになっちゃってしまうなっちゃってしまうって日本語なのからなってしまうことも多々あるんですよねまあ、それはだってポップス系歌ってる人たちだとしょうがない部分もねやっぱり大谷翔平君だってね外野とピッチャーと。 ね、バタとやりますけど、キャッチャーはなかなかできないわけですよ。だから、同じ野球であっても、やっぱそのと人それぞれの適正ポジションというのがあると思うんですよね。だから増田君だってまあ、バラード系の高音とかねえー。私はすごい。好きな声の出方なんですけど、とかが上手だと。まあそこにこうね。得意分野がぶっと集まってるみたいなイメージ。まあ一般的にはあるんですけど、こういうちょっとね。喉引っ掛ける。 エッジボイスというんですかねがなるような声でしかもあのグルーヴ感リズム感をラップに乗せて喋れて歌えてしまうっていうポテンシャルの高さ改めて、まあ、全然小山君のこと言わないから小山君んがす,すごくないわけじゃなくて小山君も,もうこの、ね、リズムその雰囲気の楽曲の中で。 声もだけ遅れてしまってるとか乗れてないってことになってないのでしっかりこの楽曲を表現するという3人のねパフォーマンスとしては十分成り立ってるんですけどあまりにも、まあ、ラップのかっこいいリズム感の松田君さらには加藤君のやっぱり声の伸び響きと高音音域がすごいですね驚きましたしかもこれもう1時間半ぐらい歌った後に出てくるあのフレーズですからね 素晴らしい。これは驚きです見事でございました。ということで今回は「えー、夜よ踊れ」から「ファイターズ・ドット・コム」という2曲を見させていただきまして続きはまた明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。